この番組は爆速配送のオノゾンの提供でお送りいたします。小野の作品を見た者は必ず尋ねる。一発で書いてるんですか？この質問に彼は常にこう答える。一発じゃないですよ。間違えたら消すだけです。彼が絵を消して書き直すときは二通りある。一つはイメージ通りに絵が描けなかったとき。このときは書き直す。とにかく書き直す。それが何時間かかろうと納得いくまで書き直す。一切の妥協は許されない。プロジェクト。もう一つは今以上のアイデアが浮かんだ時。どんなに進んでいても白で塗りつぶす。真っ白なキャンパスに筆が走る。走る。とにかく走る。まるで水を得た魚のように筆が走る。線に一切の迷いがない。もうすでに日も落ちて、賑やかであったマンションも静寂に包まれていた。筆が止まった。時計は午前2時を指していた。私はさすがに今日はもう終わりかと思い、アトリエの片付けに取り掛かろうとした。小野は言った。この時間が一番集中できるよね。私には信じられなかった。この男は昨日から一睡もしていない。すでに43時間書き続けている。頭いっとるやろ。プロジェクト。空はすでに明るかった。ようやく休息の時が訪れる。いつもの吉野家へ行く。アルバイト募集の看板が目に留まった。時給1500円と書いてある。一瞬何かが脳裏によぎったが、すぐに考えるのをやめた。私はこの男に惚れている。一生ついていくと決めたのだ。今はきつくても最高の未来があると信じて、俺たちの戦いはまだまだ続く。とアニメだとこのまま終わるパターンであるが、どうやら彼はまだまだ終わる気はないようだ。アトリエへ戻るとなぜかピアノを取り出した。次回8月2日公開、絶対見てくれよな。